R100。 お待たせいたしました。松本人志監督と R100 企画協力を務められました放送作家の倉本充さんのご登場です。どうぞ盛大な拍手でお迎えください。お忙しい中ようこそお越しくださいました。マイクをお手に取っていただきましてどうぞお座りください。では早速なんですが松本監督から札幌の皆さんに一言ご挨拶をお願いいたします。なんか怖いですよね、皆さんこっちが見ててね、緊張しますよね。今回北から攻めていこうということで、北海道をまず最初に選ばせていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では倉本さんもお願いいたします。はい、企画協力しました倉本充です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではここからはお二人にマイクをお預けいたしまして、はい、映画 R100 のティーチインをスタートしてまいります。それでは早速お願いいたします。はい、ティーチインの司会は何となく僕がやるという感じになってますが、はい、そうですね、やっぱりこう2人いると1人はメガネっていうのは大体バランス的にはそうなりますね。そうですね、で1人は坊主という、そうですね、大体日本のバランスから言うとそうなるんじゃないですかね。はい、硬いですよ、硬いです。で、まあ大体いつもそうです、はい、こんな感じですよ、みんな硬いですよ。そうですよね、うん、選ばれし人だと思いすぎてるんじゃないですか。大丈夫ですか。いや僕もこう、はい、最近人のお芝居とか映画とかライブとか見に行ったらその何でしょう、その後にね、うん、ちょっと楽屋に挨拶来てくださいって言われるんですよ。もうそうなるとね、後半ぐらいからね、楽屋行って何喋ろうみたいになるんですね、あれ。なんかこういまいちこう集中できてないみたいな時はあるんですけどね。はいはいはい、そんな風になってるんですかね、皆さんね。いや、どうなんでしょう、ちょっとよくわかんないですけどもね。はいはい、北海道ね、はいはい、北海道今日朝から来られて、そうなんですよ、いっぱい取材を行わされましたけども、実はまあ先月遊びでは来てたんで、はい、空港着いた時に何の新鮮味もなかったんですけどね、はい、またか的な、またかみたいな感じではあったんですけどもはい、はい、でまあでもすごい良かったですね。今日なんか僕自身が未知の体験というか、はい、そうですよね、今までちょっと体験したことがないそのスタッフさんとか、なんでしょう、司会の人とか、ね、会ったことない、全員会ったことない状況っていうのが今までなかったんで、いや本当に生まれて初めてぐらいの、そうです、若手の時はそれはそうでしたけど、でもその時は最低限浜田がいましたから横に知ってるやつがね、そうそうそう、本当に知らん人ばっかりの中でやるっていうのは、はい、なんか今日はね一日本当に変な、なんか夢出てきそうですよね。